目はぶっ倒す。まだ動画撮ってるみたいなんで、のじ合い実況という形でいきたいと思います。あーすごくすごく、バーサスカズキお祭り試合が始まっているが、画面足で投げたな、すごく。さあ起き上がり、睨み合ってから出し投げ、しゃがみビリで落として、動画向けに一応プレイヤーのね、あれをしますと、1P 側は菅野和樹、2P 側は伏せましたスゴログですね。伏せましたスゴログ、どんなコメントがつくのか楽しみだが、1本目は、体力は今のところ和樹がリードしている状態。ジャンプ D を当てて、ジャンプ D を当てて亀足、さあジャンプ C、かぶせて、投げで、押し返したのは和樹。バックジャンプ B 当たって、カズキがぴょんぴょんと危ないところを作らないように逃げ回っている。追っかけるスゴロクという状況、投げを使ってしまうが先が続かず、ここは連山出し投げで反撃をしてスライディング、連山に出し投げ反撃、スゴロクダッシュ早いですね。しかし時間が残っておらず、三角折りジャンプし、まずは菅野カズキが一本勝負。スゴロク怒った状態、シャガビーカラキャンから突っ込んでいったが、これはガード。さあ投げすかに、ジャンプ D から体力はスゴロク、出し投げが通る、ここで再現3つ、ジャンプ C が変な当たり方、ジャンプ C、ジャンプ C、モリモリと当たって裏当たりの表落ち、 BBC からここで着火してスライディング、これはジャンプ C 投げられて、さあ武器どうする、連山を強気に置いとく、また消熱痕になってしまうが、まあいいダメージ、張り手で倒して武器を回収、スゴロク怒ってる、ジャムシーがモリッと減った、三角折りジャムシー、これが当たってしまう。スゴロクはやっぱり飛びがちなので、いろいろ置かれると当たってしまう、そんな絵にも見えるが、ダッシュシーがジャムシー技ありヒットから、ここで着火してどうする、ジャムシーかぶせてかぶせて、さあジャンプ C 怪しい感じでモリモリ当ててって、スゴロクが取り返す。カズキ怒った状態でスタート、どちらもゲージあり、ダッシュ投げが通って N 受け身に、ジャンプ D から BBC 爆殺、ここは溜めていく、ジャンプ C が当たる、ジャンプ D かぶせて、ジャンプ C 酒を見せて、ジャンプ C 当たる、ジャンプ C、 ジャンプ C、 元気がない、ジャンプ B、BBC からここは爆発、一戦で肘裏あたり、ここは爆発で回避して、すかし投げ、着火して小村返しで着火を阻止、ダッシュし合って連山勝負あり。さあフリープレイなんでね、皆さんどんどん楽しんでいただければと思います。実況とかね、のじ合い実況とかしたい人もどうぞしてください。この敵に及ばん、いざ尋常に一本目勝負。
Come on.
カ野郎。2本目勝負。本当に本気でしたか？